ガンダムダブルゼータ自動明日行きまーす。あう、お兄さんはお腹が減ったのだ。よーし、じゃんけんマン覚えていろ。やってやるぜ。超獣騎士団空が藤原忍役の八尾和樹です。今日はですね、私のこの趣味のフィギュアグッズをですね、皆さんにいろいろとご紹介させていただこうと、そのように考えてですね、いろいろと持ってまいりました。まあこれはスケジュール帳と、電子手帳を昔使ってたんですが、酔っ払ってなくしてしまって大変だったんで、最近は書いていると自分で。それから、まあキーホルダーですね。キーホルダーがまあ2種類ほどありまして、こういったキーホルダー。それからですね、ペンケース、これはもう本当仕事に欠かせないペンケースですね。それから、あ、私あの昔ですね、タバコを吸ってたんで、タバコケースなんかもね出てきました。まだ捨ててなかったと、タバコも入ったままだというわけですね。それから、これがまあサングラスケースと、まあ、サングラスというかまあメガネケースですね。それからこれが財布ということで、これはコロンです。これは関係ないですね。まあそもそもなんで私がですね、このヘビガを集めるようになったかというとですね、あの一番最初に出会ったのがここにあるこの財布なんですけどもね、これあのある友人から私これあげるよって言われていただいたんですよね。そしたらですね、まあこれにお金を入れていろいろこう使ったりいろいろしてるうちにですね、まあ何ヶ月か過ぎるとですね、なんとなくこうお金が入ってくるようになったんですね。そしてまあ仕事もこう順調に回るようになったというか、それでいや、これはひょっとして俺には合うんじゃないかと、まあ、よく昔からあの財布にヘビのね脱皮したの皮を入れとくとお金が貯まるとかっていう風な話ってありますけども、あれとまさに一緒で、今度はあのヘビそのものをね、ヘビ側を持ってるといいんじゃないかということで、それからなんとなくこう俺と相性がいいんじゃないかということで、だったらちょっといろいろどんなものがあるかわからないんで、少しヘビガグッズを集めてみようかなと、まあ、国内外に問わずですね、最初は白黒の色なんですけれども、それがですねこう使い込んでいくうちにやっぱりこういい色になっていくわけですね。これがなんかこう使ってるなという、なんかこれは俺んだぞみたいな独占欲の一つですかね、よくわかりませんけど、まあ、そんなところがなんか魅力でですね、なんか結構手にも馴染んでくるんですね。これまだ一回も履いてないんですけども、壊れちゃったんですよ、もう切れちゃって、意外とこう脆いというわけですね。これ履く前から切れてしまったという、だから履けないぞと、だからこれずっと置いとくしかないんですね。これはね、金井美香と山寺浩一というね、夫婦がいるんですけども、あいつらがこれをなんかどっかで見つけてですね、これはもう八尾ちゃんしかないだろうということで、なんか買ってきてくれて、私愛用させてもらってるんですけどもね、結構これ革がまだ硬くてですね、ギシギシ言うんですよ。これあのスタジオで仕事するとですね、一応大きい声出すと腹をこうガーッと使いますよね。そうするとミシ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 って言って NG がすぐ出てしまう、このベルトということで、していってスタジオに入ったらこのベルトを通って仕事をするという、結構難しいんですけどね。ちょっと変わったところでですね、いわゆる女性もののビスチェ、私歌を歌うとき妙に女装する癖がありまして、それでまあこんなようなものを持っていると、まあパイオツケは入っているぞと、こういう感じですね。ちょっとした夢だったヘビガのステーキをですね、私こう作ってみたんですけれどもね、こう下もあるわけですよ。こうまあこれでねライブをやろうかなと思ってるんですけども、まあもともと私ものすごい汗っかきですから、それプラスこんな皮もん来たらですね、もう脱水症状を起こしてしまうんじゃないかと思って、身の危険もありますし、それプラス結構音聞こえますかね、皆さん、この結構ガリ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 してですね、動きづらいっていうのもあって、あとこの靴のようにこうやってバキッてやってるうちにもげてしまったり割れてしまったりするともったいないんで、やっぱりライブの時着るのはやめようかなと思ってます。